それでは定刻になりましたので始めさせていただきたいと思います。本日は宇都宮ブリッツェン2020チーム体制記者発表の方お越しいただきまして誠にありがとうございます。本日進行を務めさせていただきます宇都宮ブリッツェン運営会社サイクルスポーツマネジメント株式会社の田野と申します。よろしくお願いいたします。それでは始めまして、今シーズン所属します選手および監督そして代表取締役社長の方が入場させていただきます。では選手一同皆さんご着席ください。それでは初めに運営会社を代表いたしましてサイクルスポーツマネジメント株式会社代表取締役社長柿沼明より皆様にご挨拶申し上げます。お集まりの皆様ですね、本日は宇都宮ブリッツェン2020シーズンの体制発表記者発表ということで開催をさせていただきましたところ、お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。また日頃よりですね、私どもの活動および日本のロードレースサイクルスポーツへの報道をお力添えいただきまして誠にありがとうございます。はい、まず本日の2月12日、午前中にですね、弊社サイクルスポーツマネジメントの本社におきまして2020年、シーズン所属選手10名との、選手契約の方を無事に終えましたことをここにご報告をさせていただきます。この後選手の、個別の紹介などは監督の清水監督の方からご紹介をさせていただくことになりますけれども、皆様ご存知の通り2020年シーズンはオリンピックシーズンということもありまして、すべてのスポーツにおいて注目度も高くなってくる年かというふうに思っております。我々が活動するロードレースにおきましてもオリンピックの正式種目として採用されておりますので、チームとしましてはこのオリンピックに選手を輩出するということを一つ大きなテーマとして目標として活動していくシーズンになろうかと思います。その活動の中で、ロードレースは皆さんご存知の通り、決して一人で戦えるスポーツではございません。そのエースとなる選手を支えるためにもですね、チーム一丸となってまた運営会社も一丸となって、活動してまいるわけなんですけれども、来季2020年シーズンに所属をしてくれる選手、10名は、国際自転車競技連合 UCI のレギュレーションの変更に伴いましてこれまで8名ということが最低8名の登録ということが義務付けられて私どもも活動してまいりましたけれども、今期2020年からは10名の所属ということが定められまして、我々チームも2名のメンバーの増強ということで活動していく予定になっております。この後清水監督の方からそれぞれのレースの目標なども発表させていただくんですけれども、運営会社としましては12年目の活動となりますこの宇都宮ブリッツェンの2020年シーズン、我々の活動がすべてのこの200万人の栃木県民皆様すべての皆様に知っていただけるようなチームであること、これを一つ運営会社としてましては掲げまして、地域密着型チームのパイオニアとしてのまた立ち返ってですね活動していきまして県民の皆様に感動をお届けしていきたいというふうに考えております。やはり選手たちの活動をお伝えいただくのはメディア各社様の皆様を通じてでございますので、ぜひ今期といいますか、来期ですね2020年シーズンにおきましても取材の方
お願い申し上げましてご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速宇都宮ブリッツェンの2020年シーズン所属選手を本年に続きチームの監督を務めます清水雄介よりご紹介させていただきます。清水監督お願いいたします。はい、来シーズンで7年目になります。監督を務めます清水、よろしくお願いいたします。先ほど、社長の柿沼の方からも、少しお話があったと思うんですが、来シーズンは、チーム登録の関係上10名登録ということもあるんですが、昨シーズンやはり8人という中で、やはり全ての選手がコンディション万全で走るというのは厳しい状況もあったとは思うんですが、その中で10名ということで、少し活動の幅も余裕を持ってできるかなと思っております。で、これから、この後選手一人一人にもコメントをもらうので簡単ではありますが、私の方から選手を紹介させていただきます。まず、来シーズンも、キャプテンを務めてもらいます増田成幸です。続きまして、ちょっと長くなるので着座させていただきます。副キャプテンを務めます鈴木ゆずるです。これから、安倍隆之です。それからシクロクロスと、来季もロードレースも、一緒に活動してもらいます小坂光です。続きまして、鈴木龍です。で、地元出身でもあります堀隆明、同じく地元出身であります、小野寺麗。以上が既存のメンバーの7名になります。これから新規で入ってもらいます。まず、3年ぶりの復帰ですかね。3年間他、チームで走っていたんですが、2016シーズンまで我々と共に、活動していた、大久保仁です。それから、私の隣におります、今シーズンまでですね、日報 B にファンティーにファイザネというプロコンチネンタルチームですね、我々よりも一つ上のカテゴリーで走っておりました、西村博樹です。それからこちら、私の右側の、に座っております、今シーズンまでナスブラーゼン、に走っております中村海斗です。すみません、先ほど大久保仁の紹介の時に、所属チームを、お話し忘れたんですが、今シーズンまで避難サイクリングチームですね、和歌山県にあります避難サイクリングチームに所属していた大久保仁ですね。新規のこの3名なんですが、私としては、実は3名とも私は、この3選手ともいいなと思っておりまして、来季は一緒に走りたいなと思っていたメンバーです。それが偶然にも3名それぞれの方から入りたいという方の意思をもらいまして、合意に至ったという経緯があります。以上、この10名で2020シーズンは走っていきたいと思います。それでは早速来季2020シーズン所属選手から皆様に一言ずつご挨拶申し上げます。選手の方は順番が回ってきましたらその場でご起立いただきまして、名前そしてチームへの在籍年数、2019シーズンの振り返りと2020シーズンに向けての目標をそれぞれ発表をお願いいたします。では初めに増田成幸選手からお願いします。はい、皆さんこんにちは。宇都宮ブリッツェンキャプテンの増田成幸です。チームの在籍年数は、2020年シーズンで、9年目になります。今シーズンを振り返ってみると、チームとして勝利数はある程度8勝か9勝ですかね、挙げられたんですけれども、全日本選手権のロードレースだったり、ジャパンカップであったり、あと J プロツアーの総合優勝もですね取りこぼしました。
改めてさまざまな課題を突きつけられたシーズンだったんじゃないかなというふうに思います。来シーズンですね、2020年シーズンは、伸び盛りの若手も入ってきますし、改めてこう、僕たちのチームはチームワークが問題になるっていうことはもうほぼないので、原点に立ち返ってですね、個々の力をですね、より伸ばしていけるような環境づくりをしながら、個人としても、東京オリンピック、そこを最大の目標に掲げておりますので、その大会に向けて、精進していきたいと思っております。2020年シーズンもよろしくお願いいたします。では続きまして、1列目の選手から、一言ずつ発表させていただければと思いますので、続いて大久保仁選手の方からお願いいたします。皆さんこんにちは、新規加入の大久保仁です。2016年シーズンまで3シーズン宇都宮ブリッツェンの方でお世話になりまして、そこから移籍を繰り返して今回復帰させていただくことになったんですけど、やっぱり自分の場合はやっぱり宇都宮っていう街がすごく好きなので、そういうこともあって、監督の方に戻れるなら戻してほしいというふうに打診をさせてもらいまして、戻ることになりました。今シーズンを振り返ってみ今シーズン振り返ったら やはり環境も変わったこともあって、思うように走れなかったのもあって、こう悔しいシーズンを過ごしたんですけど、来年はまた住み慣れた宇都宮に戻ってくるので、チームの勝利と、あと増田さんのオリンピック出場に向けて貢献できればなと思いますので、また来シーズンからよろしくお願いします。続きまして西村博樹選手お願いします。来季より宇都宮ブリッツェンに新規加入いたします西村博樹と申します。よろしくお願いします。去年2018年と19年シーズンを海外イタリア国籍のチームで海外を中心に走ってきました。来年から宇都宮ブリッツェンに加入するということで、まずはチームの歯車としてうまく噛み合えるように、チームから与えられた指示をしっかり遂行できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。続いて中村海人選手お願いします。アスプラゼンから移籍してきました中村海人です。来期なんですが、宇都宮ブリッツェンという大きなチームに、加入できたことを大変嬉しく思っています。2019年を振り返ってみると、うまく、狙っていた大会でうまくいい成績を残せることができなかったので、今年はコンディションをしっかり整えてレースに臨みたいと思います。また来年は少し去年と走り方が、変わってくると思うので、そこもしっかり成長できるように、そしてチームに貢献できるようにしっかり頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。では続きまして阿部隆之選手お願いします。はい、2020シーズンで7年目となります阿部隆之です。今年はですね、あまりリザルトでは目立つものはなかったんですけども、それなりに良い感触を得ながら進んでいた中盤までのレースシーズンでした。でもそこから一点怪我をして、今の今までかなり苦労している、怪我の復帰から苦労しているというのが今年の総括です。結局毎年毎年この場で怪我をしない1年にしたいと言い続けて、早もう
3年ぐらいは経ってると思うんですが、またしても怪我をしてしまいました。でもまたここで言いたいです。来シーズンは怪我をせずに、シーズンを走り切ることに、しっかり集中して体作りからトレーニングからしていきたいと思います。具体的な目標っていうのを正直置きにくい、今の精神状態でもそうですけども、ではあるんですが、やはり地元のレースである、ツール・ド・北海道っていうものに、もちろんこのメンバーの中で選ばれることも難しいんですけども、まず選ばれて、で選ばれるからにはステージ優勝をするようなコンディションというのを作る、それに向けてしっかりとトレーニングしていきたいなと思います。皆さんどうぞ来シーズンもよろしくお願いいたします。続いて堀高明選手お願いします。はい、皆さんこんにちは。僕はですね2012年から、所属してまして、2012年から4シーズン、そして2年間、他のチームに行って、18年から、また復帰して、今年で累計ですと、7シーズン目、になります。僕の2019シーズンはですね、僕も今年の最初の方、膝を怪我してしまって思うように走れなくて、少しちょっと悩んだ時期もあったんですけど、そこから、自分の体と対話して、怪我を少しずつ回復して、後半はすごく、自分の理想のパフォーマンスを、することができたんじゃないかなとちょっと思っていまして、でまだ来シーズンはそれを踏まえまして、トップコンディションで入れるようにしっかり、自分のフィジカルを高めていきたいなと、思います。はい、僕も毎年、怪我っていうところで、注目されがちなので、本当にそこは怪我をしないっていうのはまず何より前提に、思って、頑張ります。よろしくお願いします。では続いて小野寺玲選手お願いします。はい、来シーズンで、在籍5年目になります小野寺玲と申します。今シーズンを振り返りまして、目標に掲げてましたロードレースでの勝利というものはそれこそ挙げられなかったんですが、アシストに回る立場としてレースをこなしていく上で、自分の総合力の、向上といいますか活躍できる場が増えてきたなと、良い感触を持てた1シーズンでした。来シーズンは、同じようにロードレースでの活躍、勝利を目標に掲げて頑張っていこうと思っています。それと同時に10人体制となっていくので、これから自分の客室の、見つけながらといいますか特化していく上でもちょっとヒントを得ながらですね、チームで活躍できる場を増やしていければなと思っております。来シーズンもよろしくお願いします。では続いて鈴木ゆずる選手お願いします。はい、来季で在籍7年目になります鈴木ゆずるです。今季を簡単に振り返って、個人的に狙っていた全日本選手権で、勝ちきれなかったっていうのはとても悔しかったですし、実際名実ともに日本一のチームとはなかなか今季の成績では言えないと思うので、来季の目標に掲げるのはやっぱり全日本 J プロツアーで総合優勝っていう部分で、名実ともに日本一のチームで東京オリンピックに選手を輩出するっていうのが、個人的には理想的なのかなと思うので、実際経験豊富なベテラン中堅とそのミラーある若手も新規で入ってこられたので、そこを生かして来季は本当に日本一を取っていきたいと思うので、来季も変わらずよろしくお願いします。続いて鈴木龍選手お願いします。はい、来シーズンで、3年目となる鈴木龍です。今年のシーズンは本当に納得のいく、今年ではなく不甲斐ない、シーズンだったなと思いますが、やっぱり僕の目標としているのは全日本選手権の優勝が一番の目標なので、来年もそこにフォーカスして、取り組んでいきたいと思いますし、今年は勝利を挙げることができなかったので、まずは、どんなレースでも勝利を第一に狙っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。最後に小坂光選手お願いします。はい、来季で、宇都宮ブリッツ園自体の在籍は12年目となります小坂光です。昨シーズンロードチームの方に復帰させていただきまして、また来季も継続して走らさせていただくということで、とても嬉しく思っております。昨シーズン久しぶりに、ロードチームに復帰しまして、本当に強いメンバーの中で、良い刺激をもらいながら、レース活動することができました。今年はマウンテンバイクの活動も並行していたので、出場するレースも限られていたりという状況ではありましたが、来季は、基本的にはロードレースとシクロクロスという、2種目になるので、よりロードレースにフォーカスして、今シーズンレース序盤のアシストという役回りが、基本的なところだったんですが、より後半まで、エースの力を温存できるように、チームを支えていけるように、頑張っていきたいなと思っています。2020年もよろしくお願いいたします。続きまして2020シーズンに向けてチームとしての目標を清水雄介監督から発表いたします。まず、スケジュールの方から簡単にちょっと触れさせていただきたいなと思うんですが、お手元にあるかと思うんですが、先日 J プロツアーの方のレーススケジュールが発表されたかと思うんですが、J プロツアー国内のシリーズ戦は4月18日群馬での開催ということになっております。来季は国内ツアー今のところまあ18戦という発表ではあるんですが、まだレースの調整中というところもあるので、この後またレース数が増えることも想定して活動していきたいと思っております。で、UCI レースの方ですね、ここに国内の UCI レースの方も記載はしてあるんですが、国内の最初の活動は前面のポスターにもあると思うんですが、3月20日ですね、開催のツール栃木が国内の UCI レース、国際レースの最初のレースになります。で、例年と変わらずツアーオブジャパン、ツールド熊野と走りまして、全日本タイムトライアル、そしてロードレース、そして国内で開催されます東京オリンピックですね、そして、今年は10月にレーススケジュールが戻りました大分、それから9月から今年は10月です、来年ですね、10月に変更となりましたツールド北海道、そして10月の地元でのジャパンカップというような流れで活動していきたいと思っております。これは国内での活動にはなるんですが、来シーズンやはり大きな目標として、今年も掲げてはいたんですが、東京オリンピックの出場ですね。これはまだ出場枠、日本の出場枠は2枠ということは確定したんですが、出場選手は5月末まで、まだ決まっておりません。それに向けてやはり活動していくということで、まずやはりここを一番のターゲットとしてやっていきたいと思っております。でそれに向けて今年の、ツールド栃木の前にツールド台湾の方にも出場をする予定でおります。ツールド台湾は3月1日から5日間のレースで開催予定となっております。まずその東京オリンピックに向けて前半戦は集中してやっていきたいなと思っております。そしてチームの目標としてやはり、これだけ 10人の選手がいて、今年本当に今年もすごくいいメンバーが揃っていて、誰もがエースになれる可能性が秘めている選手たちチームになっておりまして、やはり今年もそのオリンピックに出場ということもあるんですが、各個々の選手の目標を達成するためにチームで活動していきたいと思っております。形としてはやはり国際レースに比重はいくとは思うんですが、国際レースでの UCI レースの優勝
そして、この10名がいるというところで、まあ、今年は8名ということで戦力がかなり厳しい状況ではあったんですが、この10名いてこのメンバーであれば、J プロツアーも今年は取れるんじゃないかなと思っておりますので、どうしても比重は UCI レース、オリンピックっていうところになってしまうんですが、このチーム層の厚さで、J プロツアーの優勝を取り返したいなと思っております。以上です。それではここで、皆様から質疑応答のお時間とさせていただければと思います。ご質問ある方は挙手をお願いいたします。運営会社としての抱負もいただきましたけれども、まあ、改めてですね、来シーズンは特に栃木県民との関係においてですね、まあ、チームをこういうふうにしていきたいとかですね、その辺の思いをご紹介をまとめます。はい、では私の方から話させていただきますと、11年活動してまいりまして、来季、まあ、2020年が12年目ということになります。この11年間の活動の中で、このチームが獲得をさせていただいたタイトルというものは、非常に結果から申し上げますと華々しい結果をたくさん残して選手たちが頑張ってきてくれました。でそういったそのレースの結果というものを世に発信し、このチーム、それからこの競技の魅力を広く世の中に発信していく、まあ、魅力を伝えていくということがですね、私ども運営会社の最も重要な仕事かなというふうにも考えて活動してまいりましたが、実際こう11年間活動してきたこう自分たちの感覚としましては、やはりこうまだまだこの活動、広報活動がですね、十分でないなということを認識をしております。これだけの活動、これだけの結果を残してくれたチームが、まだまだこう栃木県民の中でもですね、ご存じない方がたくさんいらっしゃるんだなということをどうしてもこう感じるシーンというのがですね、多々ございました。やはり勝利至上主義といいますか、勝ったら知ってもらえるということだけではないんだなということをすごくこうむしろ感じた年間でありましたので、チームはまたより高い目標を掲げて活動してまいりますので、運営会社としましてはそれを広く伝えて、またこの競技が持っているこう、ね、こう可能性といいますか、これを栃木県民の皆さんに知っていただいて、またこれが地域密着型チームのモデルとして、今日本中でもいろんな地域密着型チームが起こってますけども、そういったチームさんや地域のモデルになっていくような活動というのに今一度立ち返ろうという考えでございます。ありがとうございます。幹事長、以上です。各社さん、お願いします。その他質問ある方いらっしゃいますでしょうか。すみません、下杉新聞社の平井です。清水監督にお伺いしたいんですけれども、今季 の選手の活躍として、まあ、新聞の3選手と増田キャプテンの、活躍にどんなこう期待をされているのかというところでお伺いしたいと思います。はい、まず新規の3選手、まず大久保選手が、まあ、彼は以前からご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、スプリント力のある大柄な選手ではあるんですが、今チームには正直言いまして、スプリンターと言われている選手、スプリントで活躍している選手がすでに、まあ、ただしこの各選手っていうのはスプリントの中でもいろんな脚質があるので、それぞれのレースのパターンとか展開によってうまく、理解してレースをしていきたいと。でただ大久保選手には、過去にも、まあ、逃げ集団、少人数で逃げに乗って勝ったりですとか、そういった逃げに乗ったりとか、そういった嗅覚も持ち合わせているの で、まあ、彼ももう30を超えてベテラン選手として帰ってきているので、そういった部分でこうチームの仕事に貢献してもらいたいなと。で特にこのレース中の動きに関してもそうなんですけども、チーム全体の動きですね、そういった部分でやはり彼のリーダーシップといいますか、
まあ、彼の性格面といいますかね、そういった部分ですごくチームを、うまくまとめてくれるようなところがあるので、まあ、そういったところでの、貢献にも期待しております。続きまして、西村選手ですね、実はですね、西村選手には、3年前、実は一度声をかけております。一緒に、うちのチームでやらないかということで実は声をかけたことがありました。その当時彼は、まだ怪我をしておりましてなかなか本調子で走れていなかったんですね。ただし彼は高校時代から、日本の、超高校級として日本のトップ選手としてやっておりまして、怪我で伸び悩んでいるところ、まあ、うちの持っているチームのバランスといいますか、トレーナー含めて復帰して強くなれるんじゃないかなと彼に魅力を感じておりまして声をかけた経緯がありました。でそしてまあ今年になって偶然、まあ、タイミングなんです、タイミングもあると思うんですけども、連絡をもらって、まあ、我々としては、まあ、すでに話をした選手もいたんですけども少し時間を置いてそれでも彼は待っていてくれて、まあ、そういった部分で、とてもチームとしては期待している部分があって、まだ国内での成績がそこまで結果としては残っていないので、ご存じない方もいらっしゃるかとは思うんですけども実力としてはチームのもうエースクラスとして、活躍できる実力があるのでチームとしては、次のエースの選手として勝利をハードなレースですね、まあ上り坂がきついようなアップダウンなコースですとかハードなロードレースでの勝利にをしてもらうような期待をしております。で、最後になりましたが、ブラーゼンから移籍してきました中村選手、彼はチームの中でも一番若く22歳ということで今年までアンダー23カテゴリーの選手だったんですけれども、まあ、彼はまだ伸びしろたっぷりでして、まあ、客室としてはバランスのいいオールラウンダーかなと思っているんですけれどもまだこれからどんどん化けていくと思うので、まあ、まずは、チームに所属している、先輩ベテラン選手確かいろんなことを盗んでまず地足をですね作っていってもらってやはり彼もタフなロードレースですねでの活躍まずはもうレースの後半まで残って最後にエースのアシスト、エースの重要な局面でのアシストができるようにまずは成長してもらってそこからロードレースでの勝利を、取れるような選手に成長していってほしいなと思ってます。あと増田選手ですね、はい、まあ、増田選手はですね、まあ、改めてお話しするのもあれかなと思うんですけどもやはり、まあ、オリンピックに一番近い選手としてまあ、いるんですけども、まあ、彼は、まあ、選手としてのパフォーマンスも成長してきてはいるとは思うんですけども、まあ、精神面メンタル面でもすごく成長してきていると思うんですね、まあ、そういった部分でまずその我々が出れるレースにとにかくもう必死に、まあ、レースで、まあ、エースとして結果を残して、まあ、チームの本当なんでしょうね重要となるレースでてのも本当活躍ですね、まあ、そういった部分で、まあ、今年も十分そのエースとしての力を発揮してくれているとは思うんですけれども今年も来シーズンですもですね引き続きそういった部分で、チームを引っ張っていってもらって、勝利を挙げてもらいたいなと。その他質問をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。特別なそういう形での代表に押し上げるための起用とかあの大会の出場とかそういうようなことっていうのは、まあ、あるのかどうかということですね、はい、特別なというのは、起用といいますかというのは、まあ、あの例えばポイントを取るための戦略を例えば組む、ね、あ、なるほど、はい、そういうような話、
そうですね、まず、のカレンダーには載せていないんですが、口頭で お話ししましたツールド台湾ですね。これというのはもう、まあ、過去に何度か走ったことはあるんですけども、これはもう完全にそのためですね、はい。で、あと他にも、まあ、まだアプローチはしている大会ありまして、それはまだ確定していないので、まだこちらでお話しできる状況ではないんですけれども、まあ、このオリンピック出場枠が出場選手が決まるのは5月31日までのポイントなので、まあ、それまでに出れる、まあ、国内の UCI レースはもちろん全部そうなんですけれども、アジアのレースも今、アプローチしている。あと、実はツールド栃木の時にちょうどスケジュールが少し重なっているアジア選手権がありまして、こちらも、まあ、まず選ばれることが前提ではあるんですけども、選ばれるとすれば検討して、まあ、アジア選手権はチームタイムトライアル、個人タイムトライアル、ロードレースと3種目ありまして、それもどれに出場できるかもわからないんですけども、まあ、それは増田選手とまた JCF の方とナショナルチームですね、方と相談して、参戦するかしないのかっていうのは決めていきたいなと思ってます。その他質問おありの方いらっしゃいますでしょうか。朝日新聞関根と言います。先ほど、監督からも話ありましたけど、西村さん3年前に声をかけられて、で今回はご自分の方から西村さんの方からアプローチがあったということでしたけれども、そのあたりのお気持ち含めて、どういうことだったのか説明を。はい、2020年の所属先チームを探しておりまして、で国内チームですと宇都宮ブリッツェンはすごく上位、常に上位に来ているチームで、強豪チームの一つで、まあ、以前にも清水監督にも声をかけていただいたという声もあったので、来年加入させていただけないかということでご連絡させていただきました。以前のチームでのご自分の状態どうだったんでしょうか。やはり今回のような移籍を求めなければいけないということだったんでしょうか。お気持ちとしてどうだったんでしょうか。そうですね、チームの方も解散という形になったということもあり、それで来年の所属先チームを探している状態でして、そうですね、まだ少しリザルト不足なところもあったりしたので、そこでブリッツェンさんにお願いして契約していただきました。その他質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ではお時間も迫ってまいりましたので、一度ここで記者発表のお時間は締めさせていただければと思います。メディアの皆様、この後、選手揃っての写真撮影、個別インタビューの方対応させていただきますので、今しばらくお待ちいただければと思います。以上をもちまして、一度ここで宇都宮ブリッツェン2020チーム対戦発表終了させていただきます。長い時間誠にありがとうございました。